はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、混沌領域カオステリトリーがね、3枚10月の10日より解禁されるということで、まあこれ使うデッキ、まあ、サンダードラゴン前回ねあの動画にしたと思うんですけども、まあ、このカード使うデッキといえばやっぱドラゴンリンクだと思うんですよね。ドラゴンリンクで、カオステリトリーぶち込んで、まあビセドルベリオンとかね、あと、まあワイバスター、コラプサーペント、この辺りを持ってくることができるっていう、まあ、そういうコンボなんですけども、今日ですね、まあ、これだけだとちょっと、まあ、面白くないっていうところで、まあ、最近3枚解禁になりました、これドロイドブルームさん。まあ、これも使いたかったっていうのもあるんですけど、ビーステッドもね、フル投入してきました。レベル6の。まあ、ビーセットのモンスターはちょっと他にもですね、まあちょっといろいろ、いたりはするんですけども、まあちょっとこの辺はちょっと今回採用せずで、レベル6のビーステッドフル採用、しまして、マグナムート、サロニール、ドルイドブルム、バルドレイク、そしてルベリオンというところで、これを全部入れた、ドラゴンリンクですね。で、ドラゴンリンク一応一枚初動が、レッドアイズモンスターの、ブラックメタルとか、いるんですけど、あいつは別に、一枚衝動になってくれるだけで別に妨害にはなってくれるわけですよ。ビーステッドは自分で展開することもできるし、相手の妨害にもなってくれるっていうことで、まあ、ちょっと2枚コンボにはなっちゃうんですけど、この辺のモンスターたちはね、基本的にこれとこれとかさ、そういう感じになっちゃうんですけど、一応2枚から動けるっていうところがありますんで、まあ、大体こんだけ入れたらどれか来るっしょということで、今回はこのビーステッドフル投入ドラゴンリンクをね、分回していきたいと思います。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。ビーステッドフル投入してもそんなには来ないね。なんか結構何枚で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、まあ、11枚ぐらいか、一応全部でルベリオン入れれば入ってんだけど、まあ、でも一応これは2枚か、2枚換算なのか、相手のターンでやっぱ妨害したいんだけどさ、ビーステッドで2枚ぐらい来たらめっちゃ熱いじゃん、あんま来ないんだよね。1枚来たらまあいい方みたいな、こんだけ入れてもそんな感じなみたいな感じになってるんだけどさ、まあ、一応展開者として使えるんで、ドラゴンリンクはまあいけますね。これはまあ増殖する人さえなければなんとかなります。あ、なるほど。ニビルもやめてください。ちなみにニビルが飛んでくるかもしれないので、一応天気の正確位でケアした方がいいかなっていう話あるんですけど、これでマグナムーティングで、マグナムーティングの効果、まあ、これチェーンでわかるんでね、ニビルがあるかどうかは自体はなんで、まあ、その辺はちょっと、考えていきたいといったところなんですが、ビーステッティングルベリオン君特殊召喚からの効果発動する、これもね警告引いてるんで、まあ、一応ニビルを、ニビルってちなみに相手のモンスターリリースするから、天球ってリリースされるとデッキからリクルート入るんだよね。一旦これだから天球出しに行って、まあ、一応ニビルだけケアして、まあリンク先天球もこうなんか右下と左下みたいになってるからさ、まあ、一応これで何度なるというデリボルブートセクター、まあ、全部すり消してるから意外となんかなあれだな、竜の警告発動する必要性すらねえな。でリボルブートセクターの効果発動を、バレットトレーサー特集なさそうだけどな、ニビル別に大丈夫か。でこれでバレットチャージャー持ってきて、リチャージャーかで、いつもの通りの展開をしていくという感じですね。ここいつもだったらなんだっけ、ドラグンギナイトロムロスみたいになってるんですけど、天球のところが、まあ、ニビルケア展開だと、まあ、天球出して、で天球リリースされても OK なようにしとくみたいな感じの動きですね。なんか確かに2023年のWCS の OCG の決勝戦のなんか外国人の方がやってらっしゃいましたね、その動き、ニビルケアみたいな。結構ね、あれ天才だなって思ったから俺もそれを真似してる、あれを見てから。でデリンジャラスドラゴン特殊でしょ、でストライカードラゴンの効果発動して、デリンジャラス爆破して、でリチャージャーを回収する。 OK。 ちなみに超融合って言われると全部消えるんだけどな、妨害。これで超融合にバカ弱くてさ、超融合でなんか例えばトリフィオベルトムとかスターベロンみたいなのが入ってるとそれ全部座れんだよね。マジそれだけマジやばいんだけど、バレルエンド出しに行って除外してリリース、いやまあとりあえず一旦あれかな、いや
これ、ちょっと待って、これで、バレルエンドを出しに行きます。はい。バレルエンド出しに行って特殊召喚します。で、副楽園の効果は起動せず。で、天球ももう一回戻して、1枚しか入ってないんですよね、天球。なんで、天球除外して天球戻せばいいか。ちょっと一応リソース回復したい。天球。除外。特殊で副楽園の効果発動する、天気戻してワンドローほいアブソルーター。いやまあ別に今いらないかな、今別にいらないの、これ今別にいらない説。アブソルーター特殊したらなんか起きるか、いや起きなそうだな。竜の警告でこれあれだな、あの回収しとこう。竜の警告でアブソルーターを送って、バレットを、回収しながら、ルベリオン回収するわ。気候竜セイファースト墓地置くじゃないですか。で、アブソルーター効果発動して次のターンの一応初動確保。はい。で、自分の墓地からセイファート効果発動してセイファート除外して、ルベリオン回収する。で、これで、バレルエンド効果発動する対象バルドレイク、チャージャー特殊して OK で、ビスパテル出す。これ除外されてるゾーンにいましたよね、さっき俺除外しましたよね、あ OKOK で、バレットトレーサーを特殊召喚オッケー。まあ一応理想展開できたかな、リソースも確保できるし、でリチャージャーとトレーサーでサベージ OKOKOK でサベージ効果発動して、あそっかリンクにいねえのか、天気戻さなくてよかったかな、ちょっとだからもう一回使おうと思って天気戻したら天気戻さなくてよかったこれ、ね、でまあ一応ドレイド持ってきて、でバルドレイクは副楽で蘇生できるから、まあ、副楽インでバルドレイク蘇生してドレイドブルームみたいなことできるから、まあ割と強いんじゃないですか多分。超優子だけやめてくださいね、超優子だけ本当にやめてください、展開なくてごめんねドラゴンリンクってどうしても展開なくなっちゃってさ、植物リンクとドラゴンリンクってさちょっと嫌われる傾向にあるんだよね魔法トラップ止められねえ、ちょっと王の棺のあれか、あ無理か、止められねえか。サベージ君でもまあ無効にしても結局あんま意味ないって話あるね。でじゃあ文字を送ってホルスが出てくる、あライトロードか、ホルスライロだねこれね、多分ねホルスライロだ。いやあんま意味ないんだよねこのなんか、バレルエンドはちなみにモンスターの効果を無効にするよみたいな効果なんですけど、魔法トラップが止められないっていうのがあって、魔法トラップに無力なんですよね結構バレルエンドさんは、これが弱点です。はい、でハーピー出てきちゃった。で、フラクインの効果発動して、一応バルドレイク特殊召喚されますよと。ちょっとイムセティ送られた瞬間イムセティ除外するわ、ドロイドでホルス効果、あアイギス入ってんだ、これマジで純正ライロじゃない、純正ライロ珍しいね。でも結構これはドロイドブレム効きそうだな。であケメンセルフ、おいやめろ、光闇を出せいやちょっとホルスビート始まる、これホルスビーティング始まる。あーそれはダメかな、ドラッグーンは特殊召喚してライトロードを墓地送って増やされるんで、これはね無効にするんじゃなくて破壊しちゃった方がいいから、あんま使わないと思うけど、デリンジャラス戻しとくか、デリンジャラス戻しといて、デリンジャラス戻し、相手の発動したカードの効果を無効にはしないけど破壊する。ドラクーンは実質出てこないとあんま関係ないから効果が、なんで、ドラクーンが、墓地送られたので一応、ジャッジメントとかパニシメント持ってこれるけど、これ入ってないのか、メインフェーズ終了前、いいよメインフェーズ終了前大丈夫、なんか誰も突破できないのかこれ、王の棺の効果無効にできるよね、まあ、あんま関係ない気がするけど、いやまあいいか別に、でこれいけるわ。で一応効果発動します。でハーピの、効果無効にしつつバレットトレーサー特殊する、これに遅延できないんで相手はね、なんでこれ特殊召喚、まあ、守備だなするでしょ。
はい。で、殴ってくるでサベージを、まあ、絶対殴ってくるから、でこれサベージで無効にしなきゃいけない。ゴーの死の効果、効果止められるんで、バレルロロサベージドラゴンは王の次の効果無効できる。これは帰り討ち、適当に次で帰り討ち、はい、バーンと死んで OK。 ほんでケベンセルフさんは、まあ、今あんま殴れるとしたら一応トレーサーぐらいか。あ、そっち殴るんだ、なるほど。バルトレイクはまあどうでもいいけどね、今割と。なるほど、今一応だからあの全妨害使ったことになってます今。はい、出た、やばい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 、ちょ、ワン負ける、ワン負ける、マジでワン負ける。ちょっとで、デーモン効果、いやいやいやマジでマジでワンチャン負ける。で、バイスからの、ビーストで、ビースト効果、特殊召喚からのトリッククラウン出てくる。うざすぎ、うざすぎてくさ。なるほど、ビーストウルフ、いやちょっと近づいて、ビーストウルフ除外して、はい、ビーストウルフ除外して出てこれなくする。これだからもうあとシンクロとかエクシスさせなきゃいいんですよ、もう。つまりで、これ B ステップするでしょ、でトリッククラウンのが出てくるでしょ、で、はい、でその後フクラクインの効果発動して、えビーストルフ戻してあげて、でバレットトレーサー効果でドルドブルム爆破しながら、デッキからバレット出してきて、はいはいはい、危ない、ちょっと急ぎましょう。でフクラクインの効果でワンドロー、はい、ドルドブルム最強で、ドルドブルム効果でチューナーがどっか行く、でトリックラウンだけと。よし来た、これ完全に止めきった。よし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 、あぶれあぶれ。なんかドラゴンリンクって展開長いからうざいっていうさ言ってる人結構いるけどさ、正直さ植物リンクの方が展開長くない？俺植物リンクの方がなんか長いと思うから、俺ドラゴンリンクはまだ耐えてると思うんだけどこれそういう説あるよね。いや結局さ、なんかリンク召喚を対応するデッキって、まあ、展開長いんですけど割とね、サイバースリンクとか、そん中でもちょっとさすがに無せって言わ、ちょっと待ってマジで、あのガンマやめて、ガンママジでやめて、ガンマ撃ってきたら自由つか、それに裏って言われたらマジ死ぬ。オッケー、大丈夫だ、通った、了解。でこれでガンマないの確定したんで、ガンマないの確定したら自由っていいでしょ。まあ裏ら撃ってもいいよ、裏ら撃ってもオッケー、最悪、あオッケー、スクリームね、何ティアラメンツ、ホルスティアラメンツだ、出た、ホルスティアラメンツ、これはドロイドブレムが仕事するぞ。なんでこれ貫通してくるのか、オッケー、これ貫通してきそうじゃね、相手貫通して動いてくるの、マジ。あ、じゃあ一旦あれかな、あそうだね、ジアンデッド出す、まあ、でもドルイドブレム見るかなとかでしょ、ドルイドブレム、ちょ、これでさ、宇宙の墓地壊しするのやめてね、宇宙の墓地壊しするのやめて。あー、いやフェンリルだる、トリビカルマだる、オチまあまあ強くて草、ちょ待ってくれ、それは聞いてね。あ、ティアクシャなんだ、なるほど、ティアクシャなんですね。でティアクシャの効果発動して3枚小足が入れられるってことですね。なるほど、あなるほど、あそういうことか、そ確かにそっちの方が期待下げるのか。まあ一応サローニールの効果使って、サローニールの効果で何を落としていくかっていう話なんだけど、まあこれはルベリオンでいいか、トリビカルマ効果、いやーこれちょっとワンチャン貫通される可能性ある、ちょっともう1枚ぐらいビーステッド引いてほしい。ちょビーステッドあと1枚引いてくれたら安心なんだけど、ビーステッド2発打ったら多分さすがにティアラメンツ止まると思うんだけど、止まんねえかな、まあ、チートってるし、ダイエントはなるだろう。グリーフ、はい、どうぞ。ちなみにペルレイノがあの禁止になりましたのでね。ペルレ禁止は草なんだけど、バルドレイクとかしよっか。あの、下級あれか、下級ってか、レベル6のやつ墓地送ったらロビン6のやつ引けないか。ちょ、ミスったかな、これ。ルベリオとかよかったかな。で、ハウフニス、スクリーム、ドルイド当てる、対象ハウフニス、やべえな、あと1枚行きたい、あと1枚行きたい、マジで、あと1枚ベース引いたら安心なんだけど、ワンチャンこれだけだと貫通される可能性がある。耐えてください、ドルドブルムさん。あー、メタノイズね、なるほど、いいでしょう。でハウフニスは一応無効にはなった、実質上来た、グリフ、マジで頼む、ちょここでこうやってドルイド引け
あ、ちょ、ドリトじゃない。これ、マグナムと引け。マグナムと。あー、でも、あ、弱くはない。弱くはない。弱くはない。はい。はい。で、これ、キトカロス出てくるでしょ？キトカロス効果発動しますよね。いいでしょう。いいでしょう。あ、ワイバスター、オッケー。で、キトカロス効果発動。で、キトカロスだけはエフェクトベーラーさせてもろって。はい。で、向こうにさせてもろって。よし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 。耐えてる耐えてる。耐えてるよ。耐えてる。非常に。で、もうグリーフ使ってるから、もうさすがに貫通できないだろ。さすがに。メタノイズがあるのかと。伏せメタノイズか。あ、デストルド来た。デストルド、なるほど。デストルド、なるほど。はい。G、いらない。トルドー、これ何にすんだろうな。リトルライトとかすんのかな。ちょっとわかんねえな。エルフとか入ってんのかな。ティアラメンツもね、一応 G 打たれたらキトカロスで、なんかサリークサーチしてエンドとかは一応できるんですけど、ダルク。ダルク、なるほど。バルドレイク来た。バルドレイク来た。バルドレイク来た。対象は対象は対象はどうしますか。対象は誰にしますか。サロニールですかね、これ。バルドレイクですかね、ちょっとわかんないですけど。バルドレイク、なるほど。じゃあバルドレイク除外で。じゃあバルドレイク除外で。いや、これであとメタノイズなんで、多分もう展開はできないでしょう。これリンク3からなんか出力できる手数は多分あの時ないと思うんですよね。あ、そうですね。で、メタノイズセット。メタノイズはもうどうでもいいですね。ドルイドブルームも、まあ、バルドレイクもこれ来た。で、ルベリオンでマグナムでも取れるんで、これ、ベースセット3枚体制で相手のティアラメンツを迎え撃てます、これ。勝ちました、さすがに。さすがに勝ったの。さすがに勝った。で、これで、マグナムで持ってくるでしょ。ちょっと、いや、楽しい。ティアラメンツ、ボコれる。マジで気持ちいい。アルティメットビーステッド展開してるんですか、これ。ダルクはまあ、墓地に送ってしまえばいいから、ルベリオンでドルイドブルーム墓地送る、で、ダルク墓地送る、で、スクリーム起動される、は別にいいか。スクリーム起動されても、ありえない量のビーステッドあるんで、何を起動されても多分大丈夫ですね。一応。はい。で、ドルイドブルームの効果発動しまして、対象は、ダルクを墓地に送りたいです。で、スクリーム効果どうでもよくて、そのメタナージュ打つか。あ、ホルス落ちる。弱っ。落ち方弱っ。絶望的に弱いじゃん。こいつよくこんなに B セットサーチされてるの見てされんだしねえな。見上げた根性だぜ。とりあえずフクラクイーンの効果を、使いまして、とりあえずワイバースター出しますか。はい。まあ、余ってるんでドルイドブルームどっちかですね。で、ドルイドブルーム除外して特殊召喚、はい、ワイバーで、フクラクイーンの効果発動して、ドルイドブルーム返してワンドロー。メタノイズ、はい、使えや。メタノイズは OK。 でメタノイズ効果、裏側守備になりますよと。まあ、そんなのはどうでもいいんですよ。そんなカードはどうでもよくて、ああ、で、メタノイズ裏側守備にできると、デッキからフィディアラメンツモンスター墓地をくれるんで、シェイデンが墓地をくられて、で、シェイデンで融合してこようとしますよね。バカみてえに。バカみてえにな。黙れ。黙れ。マジで。マジで黙れ。つえ。B セット最強。あー、先行欲しかったな、これ。先行欲しすぎる、このハンド。結構貫通できそう。G 打たれても、まあ、参戦で初動抜くとかもできるしな。これ結構良かったと思うんだけどな。タケトンボーグさん、やめてください。勘弁してください。何ですか、これは。何デッキですか。レベル3のモンスターに対。うわー、インボーカー来たー。ちきちえ、インボーカーは。なんだ、このデッキ。一応ね、ベイゴマックス3枚使いますんでね、こういうなんかアルティメット召喚剣使わない剣かみたいなのね、すげえ簡単にできるんですよね、遊戯王マスターデュエルって。あれ、OCG って今、ベイゴマックス何枚あったんだっけ ?3 枚あったんだっけ、あ、あ、ちょ、覚えてねえな。2枚だっけ ?3 枚だっけ、ちょ、覚えてねえな。イゾルで出てきた、はい。イゾルディング効果発動して、あ、ちなみにイゾルでもなんかちょっと制限改定で危ないとか言われてましたけどね。一応耐えてますね。
海外だと確かイゾルで禁止とかなんじゃないっけ。週末の騎士、はい、パケミッチ、なるほど。リガレスでサモプリか、なるほど。サモプリコか、さっき回収した、タケミッチかなんか、あフェニックスギアブレード強。フェニックスギアブレードコスト、王立魔法図書館。あ、王立魔法図書館枠差、リプロドックス、え、リプロドックスは種族か属性を変更できますよ的な最強効果を持っているんですが、リンク先のモンスターのリプロドックスの効果、種族を1個宣言します。機械族、機械族やばい、図書館3件混流枠差。図書館3件混流枠差、ちょっと待って、それはやばいわ。赤、ちょっとありえない量のドローされる、これこれありえない量のドローされるぞ。まずい、図書館3件は魔法カードを発動するために実質ワンドローみたいなもんだ。やばい、これ世界が終わった可能性がある。あー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 、やばい、あと残り2枚になっちゃった。ちょっと待って、だって図書館3軒混流はやりすぎだって。1個の町にそんなに図書館いらねえだろ。